こんにちはイグラムです最近ついにサイクリングセブンティフォーのレインボーを買ったんですよなのでレインボーで作ったパッチをラズベリーパイにエクスポートして動かすっていうのをやってみようと思いますなんか本当レインボーってすごくて一回作ったパッチをラズベリーパイにエクスポートすればもう MacBook とか そのックスのソフトウェアとかなしで単体で動かすことができるのでなんかさながら自分だけのエフェクトデジタルエフェクターって感じが作れてすごいワクワクしますねそのガジェット感がはいでまず何をするかっていうとラズベリーパイに入れるマイクロ SD カードを作っていきますでそのマイクロ SD カードには OS が入るんですけど で、まず最初に初期化が必要なんですが、あのー、ラズベリーパイの初期化って MS DOS FAT32 フォーマットらしいので、それに合わせて初期化します。こんな感じですね。で、このマイクロ SD カードに入れる OS をダウンロードするんですけど、それはもうサイクリング74のウェブサイトにありまして、あの、リソースズ、シーズ、リソースっていうところに、 ラズベリーパイイメージズっていうページがありますので、そこでレインボーのバージョンに合わせてイメージファイルをダウンロードすることができます。この中身の実態は、あのー、Linux なんですけどね、Linux のディストリビューションの d e b i a n っていう OS がありまして、それを Cycling74 がレインボーに合わせてカスタマイズした OS、もう作ってくれてる OS がもうそのまま 1>, 1個のファ,イルとしファイルの塊としてあるのでそれをダウンロードして先ほど初期化したマイクロ SD カードにインストールしてそのマイクロ SD カードをラズベリーパイにセットすれば使えるっていうかなり簡単にできるように作ってくれてますねなんかねラズベリーパイでいろいろ今回僕作るのはのデジタルエフェクター を作るんんですけどなんかルーパー的なあの8秒間隔でずーっとあの繰り返し音を重ねていけるエフェクターを作ろうと思ってるんですけどなんかねあのラズベリーパイのシンセもちょっと試しに作ってみたんですよ。であのちょっとした FM っぽいプログラムをレインボーで書いてでエクスポートしてでがあの ラズベリーパイに USB ケーブルであのちっちゃい USB キーボードをつないで,で演奏して,してその鳴らせるとこまで行ったんですけどめちゃくちゃ感動したんですけどなんかねそれであのなんかの回で使いたいなと思って外で使いたいなと思って持ってた時に結構ねこれラズベリーパイの4がいけないのかよく分かんないんですけどあのー たまに認識しないんですよね、キーボーボんか何回かやってるとあのラズベリーパイに USB キーボードを認識されてで弾けるようになるんですけどちょっとその辺はちょっと完全に解決したらまた報告したいなと思いますはいでイメージファイルをダウンロードが終わりましたら今度はラズベリーパイのウェブサイトからあの PI イメージャーっていうその SD カードに イメージファイルをインストールするソフトウェアがありますので、この今見えている from our downloads ページっていうところから自分の OS に合わせて、えー、ダウンロードしてください。これはね、あの、ただ、その、どんなラズベリーパイで、どんな OS で、 をインストールするかっていうので、なので、まず最初のところは、僕が持ってるのはラズベリーパイ4なので、ラズベリーパイ4をデバイスに設定して、で、真ん中のオペレーティングシステムはカスタムから先ほどダウンロードしたサイクリング74のページからダウンロードしたイメージファイルを選択します。で、最後にメディアとして先ほどの SD カードを選ぶんですけど、そこであのカスタムでエディットしてください、OS を。 で、まず今自分がパソコンで使ってる Wi-Fi と同じ SSID とパスワードをあのセットしてもらいまして、というのもあの遠隔で操作するんですよ。その自分のパソコンから SSH っていうのを使って遠隔でパソコンで操作するので、あの Wi-Fi はパソコンと同じのを設定してください。で、セットホストネームには C74RPI っていうのにしてください。で、最後のあの、 ユーザーネームは pi、p まはあ、そのままで、で、パスワードは多分自分の好きなものを設定して、インストールすると、イエ,イエスをクリックすると、もうここで、あの、マイクロ SD カードに先ほど選択したラズベリーパイ用のイメージファイルを、イメージファイルをえインストールするっていうことができます。今4%パーとか5%パーとかってなってますけど、 もうこれが終わったらもうあの抜き出してあのラズベリーパイに刺すだけでもう OS はあの完全にインストールされてるの使えるものになってますのでもうラズベリーパイ単体でもその Linux の d e b i a n が立ち上がる状態になってますでそこにその Max 経由で自分の作ったパッチをエクスポートする と完成って感じなん,ですよ、ね、なんかね、ラズベリーパイを使っていろんなエフェクターとかシンセとか作りたいですよね。なんかあの、どうやるんですかね。なんかあの、ラズベリーパイを使って自分だけのシンセを作りたいって時なんかそのオリジナルのキーボードをくっつけて 3D プリンターか何かでねそのケースを作ってすごいシンセみたいな側を作ってる方いらっしゃるじゃないですかそれやってみたいですよねなんかあの音色プリセットとかも自分で作ってね僕は FM 好きなんで FM の自分だけの FM シンセっていうのをハードでね作ってみたいなっていう夢は広がりますよね。 まあ、その一方でね、ラズベリーパイのその CPU のメモリーの限界とか、まあ来て、すごい複雑なものができないっていう可能性もありますけどね。でもこんなに簡単に、あの、ラズベリーパイを自分の楽器として、自分のエフェクターとして使えるようになるって、あの、かなり画期的じゃないですか、レインボーって。なんかレインボー出る前は、 なんか VST プラグイン作るのだけでもすごい大変で、すごい、何でしたっけあの、ジュースとか、いろいろ勉強して、コードを C++ のエクスポートして、ああしてこうして、やっと VST ができたって感じですけど、なんかレインボーだったらね、VST とかいうプラグインもすぐにエクスポートできますし、あの、それこそもうックスなのでの一部っていうか、 あの、ね、ビジュアルを、あの、オブジェクトプログラミングでしたっけ。すごい試行錯誤がしやすいっていうところがすごく大きな利点だと思いますし、なんかいろいろ試せますよね。で、しかも中であれですよね、ジェンが、ジェンチルダが動くので、その、今のオーディオのプロセッシングの流行りのこともできますしね。 なんかこれ出てもうすごいなって思ってでね夏にやっているマックスサマースクールでもレインボーの講義とかがあってでちょっとオブジェクトとか勉強してあのちょっとそこそこ使えるようになりたいなと思って昔のラズベリーパイ引っ張り出してちょっとやってみたって感じですね なんでまだ触りしか分かってないんですけど <laughs> まあでもちゃんとエクスポートして MIDI コントローラーとも動かしたり OSC でパラメータ変えたりっていうのもできましたのでこれから夢は広がるかなって感じですはいで今ちょうど OS がねマイクロ SD カードに入りましたのでそれをラズベリーパイにセットしまして で、これでもう、モバイルバッテリーでパワーを入れたら、起動が始まるって感じですね。もう差し込むだけですね。そうすると、ほら、こういう感じで、あの、ちょっと点滅が始まって読み込んで、OS を読み込んでる感じになるんですけど、まあ、画面がないのでわかりにくいんですけど、今、あの、OS のデビアンを、 立ち上げてるところでですねで点滅が終わったら立ち上がったかなーって感じになんとなくあの感じる感じで感じ取る感じですねであのオーディオインターフェースどうしようかなと思ってまあ最初はし適当なもの買っとこうってうことでなんか USBU グリーンの USB オーディオインターフェースっていうのが Amazon に売ってたんですよこれあの1000円なんですけど あのミニピンでインとアウトがあるものでなのでミニピンジャックでシンセの音をインしてミニピンジャックでスピーカーにアウトするっていう感じで遊んでましたでこのラズベリーパイ4を買った時になんかよくわかんないディスプレイもね一緒に買ってたんでちょっとつけてみるとあのちゃんとねデビアン起動してんのかなと思って謎のメーカーのディスプレイですけど。 謎のメーカーのディスプレイでもちゃんと立ち上がるんですよね。だからこれかっこいい感じじゃないですか。なんか見た目。なんかやっぱリナックス、Linux、ディストリビューション使ってるとプログラミングしてるなっていう気分になって、僕 Linux 大好きなんですけど、デビアンは初めてですね。普段は Ubuntu ばっかり使ってますけど。 はい。で、立ち上がりました。でも、まだ、レインボーのプログラム動いてないんですよ。で、ここで、Mac から S、ssh, pi, at, c, 74, rpi.local っていうコマンドを打って、あの、先ほど自分が設定した、あの、パスワードを打つと、あのー、ラズベリーパイの Linux にログインできるんですよ。遠隔で。で、そこの中で SU、sudo, raspi-config っていうのを持つと、 なんか今表示されているような設定画面出てくるんで、ここで、何て言うんですか、あの、自分のラズベリーパイのアップデートだったり、オーディオインターフェースどれ使うかの設定だったりを SSH 経由で設定することができます。はい。 で、この画面はなんだ昔、今、そのあれですね。ラズベリーパイに移したいパッチ、もう事前に作ってあるパッチがありまして。で、このラレインボーのファイル、プログラムをラズベリーパイに移したいなと思うんですけど、まずレインボーチルダオブジェクトを開いて、まあ自分が作ったパッチが出てくるんですけど、そこの一番 下のデバイスっていうところを押すとあの C74RPI っていう文字が出てくるんですよそのラズベリーパイを起動していたら電源が入っていったらここが C74RPI というのが出てくるのでまず最初はそこをクリックしたらえっとアップデートボタンであのインストールアップデートしてくださいでここのインフォに書いてあるいろんな設定が全部ラズベリーパイの あの設定になるんですけどあ終わりましたねアップデートでここでアップデート終わってで画面一番右下のなんかこの矢印の右矢印のアイコンボタンを押すとコンパイルが始まりましてここであの Mac で作っていたあレインボーで作っていたパッチが あのラズベリーパイにエクスポートしてくれるってことになりますもうそれだけでエクスポートが完了すれば次回以降ラズベリーパイは電源を切ってまたあの電源を入れ直したらこのプログラムが自動的に起動する状態起動してる状態になるんですよでここのオーディオのコンフィグレーションってとこからどのオーディオを のデバイスから Pi 僕はさっきつないだオーディオインターフェースにしたかったのであのシステムオプションから USB オーディオデバイスっていうものを4番のやつを選んであのフィニッシュってするともうあのそのラズベリーパイはさっき USB でつないだあ今 lsusb ってことで USB につないでる一覧が出るコマンドなんですけどそこで USB オーディオインターフェースを選んだことになったので で、オーディオインターフェースから HW コロンデバイスっていうのを選択して、右下のコンパイルボタンを押すと、今ね、ちょっと <laughs> 疲れてきた <laughs>。喋り疲れてきた。もう今ほら、こう、コンパイル始まってるんですね。で、コンパイル完了ってなりましたね。そうすると QR コードが表示されて、それを読み込むと、そのレインボーのパッチで使っていた 作っていったパラメーターが OSC でうあのコントロールできるんですね。もうこれ良くないで,すかでもうパッチはもうラズベリーパーに移った状態になるのでで今僕そのさっきの U グリーンのめちゃくちゃ安いオーディオインターフェースに親切とスピーカーをつないで演奏してるんですけどもうこれパソコン。 MacBook 使ってないですね使わずにもうラズベリーパイの中だけでレインボーのパッチが動いてるんですよもう,もう自分だけのデジタルエフェクターデジタルエフェクターって感じですよね でプログラムの内容はまあ簡単なんですけどさっき言ったかどうか忘れちゃいましたけど8秒間隔でループしているので自分が弾いたものが8秒,8秒間隔で重なっていくっていうプログラムになってますでもちろんあの手前にある iPhone そのパラメータ一覧出てるんですけどここのパラメータをいじればラズベリーパイの中の パラメーターが変わってエフェクト内容も変わるっていうこともできるので素晴らしいですよねでこのパラメーターの iPhone の画面は自動でできるんですよ自分でその MAX のパンチの中にパラムっていうのをつければそのパラムがいじれるスライダーが勝手に出てきてくれるのであの UI とかも作んなくても自動で出てきますね なのでもこの場合はもうラズベリーパイに電源、うん、モバイルバッテリーをつなぐだけでマックスパッチが動く状態になってますあでなんかこう今すごいヒスノイズノイズすごいですけどこれあのラズベリーパイの音ってわけじゃなくてあの僕がめちゃくちゃちっちゃい音で演奏してたんですけど あのなんんていうんですかそのち,ちっちゃい音をねあの一眼レフで撮ってるんですかその一眼レフの録音機能でちっちゃい音を撮ってるとこんな音になってるってだけであの別にあのラズベリーパイであったりオーディオインターフェース安いオーディオインターフェースにノイズが乗ってるっていうわけではないです。 まあでも実際ちっちゃいオーディオインターフェースその U グリーンのやつ、あのー、ラズベリーパイにつないだままラズベリーパイの電源を入れるとジーってビビビとかギーとか言うんですけど読み込んでる起動音を拾ったりするんですけどそれもそれでかっこいいんですよね、まあ、安くてもかっこいい音楽ができるってことですねこの音楽はかっこよくないですけどねでこうやってその iPhone の パラメータをめちゃくちゃいじってぐちゃぐちゃにした音が繰り返される風になってますねで音量を下げていってっていうのも iPhone からできるという感じです今回は以上になりますありがとうございました